日々思うことを語る今日の一言今日は今度の信長の公演に向けてのスタッフ会議を行いました照明の安達さん、えー、美術の高知さんそして映像の立石さんさらに舞台監督の竹芝正蔵さん、えー、皆さん集まっていただいて今度の「 信長の段取りテクニカルな打ち合わせをいたしましたまたお昼からは、えー、ナビゲーターの桂吉坊さんにおいでいただいて、えー、今回の、えー、段取りそして内容について細かく打ち合わせをしました吉坊さんはこの、えー、日本舞踊の可能性講演 前回前々回いろいろ解説をしてくださって非常に皆さんに分かりやすく講演内容を紹介してくださるので今回もお願いしましたもういよいよ本格的に講演に向けての準備が始まっていますお席まだございますすべ、えー、ての席集においてまだ若干空席がございますぜひ おいいでください今回は本当に岩田さんが一番最後の舞台とおっしゃってすごい熱意を持って勤めてくださりまた信長役のルジマートフさんも「久しぶりの日本の舞台」ということで日本のお客様にまた新しい信長を見せたいというすごい意気込み。私もやはりこの4年を経て えー、自分としてうんやっぱり充実してきたなっていう感じもあるのでそんなことも含めてそれぞれのソロそして信長の舞台ぜひご覧ください。ではまた